主は皆さんと共に、また主体と共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方はしている。トーマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命であり。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすぐに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちにお父を示してください、そうすれば満足できます、と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見たものは父を見たのだ。なぜ私たちの父を示してくださいというのか。私が父の父より、父が私の父におられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私の父におられる父がそれはそう行っておられるのである。私が父の父より、父が私の父におられると、私の言うことを信じなさい。もしそれを信じないなら、まずはそのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、まだもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。第一朗読で、将来教会の最初の問題について聞きました。ちょっと読みます。その頃、ギリシア語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、ナクムのヤムニたちが転じられていたからである。そこで人たちは弟子をすべてを集めていた。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の制御をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中からふさわしい人々を選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。そして第一ごとを聞いており、人たちはその七人のために祈って、彼らの上に手を置きました。これは教会の最初の上階式でした。その人々は教会の最初の女祭になりました。そして、使徒行を読めば、
すべてのことは私たちも持っています。
우리 테스트는 예수를 가르는 데서 스스로 테스트하지만 예수사람을 심해히 아득하는 가라 예수사람도 사시셔뿐이고 아득하리나스 토인과 스베트는 신지와 시사이데스 우리 니로도 그대 기타 요리 오늘 페트로는 것들아 아네트카타 이르바리타타미 오르케이토 히쿠사이시 세이나르 코쿠민 카미노 모토 나트타미데스 소리와 아네트카토 크라야미노 나케카라 어두워크베키 히카리노 나케에토 마네키 이르테 크루사타 카미노 치카라 아르바소 아네트카타가 히로크 스타일 타미나노데스 지난주 로도프 데 この 言葉も ペトロが書きました 主は 神にとって 選ばれた 尊い 生きた意志なのです あなた方自身も 生きた意志として 用いられ 霊的な 家に作り上げられるようにしなさい そして聖なる祭司となって 神によるこばれる霊的な生贄を、イエス・クリストを通して捧げなさい。そして、目次論で読むように、私たちを愛しておられ、恩賜によって私たちを多くの罪から解き放った方は、私たちをご自分の父であり、神である方に仕えるために、 祭司の王国としてくださったですからすべての信じたちは聖霊を通してイエス様の祭司職に預かりますけれどもクリスト祭司職に預かる種類は2つあります第一の種類は職位的または異界的 祭司職と呼ばれています。これは司教、神父、助祭の祭司職です。2回目の、2番目の、3回の種類は、それは信者の共通祭司職と呼ばれています。この祭司職の2つの種類は、本質において、 異なるものです。教会の遺跡を通して、その司祭は、クリストと一体となります。その役目の司祭は、教会の中で、イエス様の特別代表者です。そして、 共同体を導いたり、養ったりするためのものを贈られます。そして、生体の権威を取り行い、それを民全体の名によって神様に捧げます。それは神父の祭司職です。そして、神事の共通祭司職の権威を通して、神事は、 聖誕の奉献に参加するだけではなく自分の生きた生贄として捧げます私たちは毎日体験することを捧げるはずです信徒がクリスト教の共同体の他に主催であるように全部信徒は全世界の人々 のために主催です。ですから私たちみんなのための主催です。どういうふうにその祭司職を使うでしょうかイエス様を信頼することによって暗闇の中に歩いても、イエスと共に生きることによって、その価値、真理、命、道の 終わることです。イエス様に証しをすることによって、
주님께서 한 주님에게 다가가려고 합니다. 이 칸이와 고가스 주사는지 로칸이와 주가스 주사는지 그리고 その 사이의 時 神様すごい奇跡をなさったでしょう。その時教会に反対する人々も写真を撮って地に出しました。今日はファチムの願いについてのために私このプリントを読みたいと思います。毎年 聖霊降臨の第2周年の金曜日と土曜日に教会は2つの特別な食事を祝います。1673年にイエスはフランスの若い人に現れました。イエスは彼女に人々に対する愛に燃えているけれども罪と無関心とによって傷ついている ご自分の心臓を示されました。その使徒はマルガリタ・マリア・アラコフでした。イエスは彼女に御国の祝日を設立し、そしてなぜ彼女が御国の信心の全世界に広めてほしいと言われました。教皇様は御国の祝日を 1763-65年に制定されました。 それから1917年に マリア様は3人の子供たちに現れました。 マリア様はその子供たちに人類が神に逆らうことをやめなければ恐ろしい罰が世界の上に下るでしょうとおっしゃいました。 彼女のメッセージはこうです。祈りなさい。犠牲をしなさい。また私の汚い心に自分自身の奉献しなさい。ということでした。この出世はポルトガルのファチマで起こりました。その子供たちのうち2人はすぐ3年ぐらいの間亡くなりました。 マリア様は3人目のルチアに話されました。神様はあなたが私の汚い心の愛を全世界に広めることを望んでおられますから、あなたはこの世にとどまっていますと。ルチアは 2005年に97歳で亡くなりました。 彼女の宗教名は汚い亡き御国のムリアでした。教皇ピオ12世は汚い亡き御国のムリアの祝日を1942年に制定されました。どうして神様は教皇様がその2つの祝日を制定することを望まれたのでしょうか。 またどうして神様は私たちがイエス様とマリア様の御国を黙想することを望んでおられるのでしょうか。今から200年ぐらい前から何か不思議なことが起こっています。聖母は度々いろいろな人に現れました。1800年にカトリーナ・ラボレに現れて 不思議な願いを与えました。この願いの部分にはイエスとマリアの御国の絵があります。10年後にフランスの牧師と一緒に現れて緑のスカプラルを与えられました。このスカプラルの絵に甲を書かれています。聖マリアの汚い亡き御国を今も臨終の時も私たちのためにお祈りください。 6年後に、もう一人の使徒に現れて、イエスとマリアの御心よ、私たちをお守りくださいと書いた赤いスカピラルを与えられました。ラスレッドの子供たちに現れた時、汚い亡き御国の苦しみについて話しながら、マリア様はこうおっしゃいました。どんなにたくさん祈っても、どんなにたくさんよく行っても、
우택시나 아내들 같은 노탐이니 아직부터 그릇이요 승근한 것이나 느끼면서 세이고 나 파치마디 알아와리를 많이 이스토리는 텐치나 성카이 알아와리마시다 이카비노토기 텐치와 그로무타치니 코이이마시다 예수사마토 무리아사마노미 코크로와 아내들 같은 노인노리노 코이니 神の祈りの声に感銘なさい。祈りなさい。たくさんの祈りを知りなさい。イエス様とマリア様に心はあなた方の手をかけて特別の美しい身の和を行われるようとしております。3回目の時天地は一つの祈りを知りました。 それ祈りの最後の言葉はこうでした。イエスの御心の限りない恩苦毒と無理の汚いのに心を本当に吸い寄って不幸の罪人に改心の恵みを終えたいください。1932年に聖母がベルギーの5人の子供たちに現れて、ひどい茨で 取り囲まれている、ご自分の心臓を示されました。ファチメディのように、祈り、犠牲、汚れの心臓となりました。これらの出現は、すべて教会に認められています。全体で、教会は200年前から、マリアさんの出現のうちの50を公に、 認めました。教会は間もなく認めようとしている他の出現もあります。どうして聖母が現れているのでしょうか。彼女は1917年7月13日にファチメでその理由を説明されました。 子供たちに地獄の窓を処理するから、マリア様はこう言われました。あなたたちは、哀れな罪人の霊魂が落ちてゆく地獄を見たでしょう。この罪人を救うために、主は私の汚れない心に対する信心の世界に広めるように求めておられます。 もし皆さんに話すことができる、それならば、たくさんの霊魂が救われ、世界は平和になるでしょう。しかし人類が神に逆らうことを改めないなら、恐ろしい罰が世界の上に下るでしょう。たくさんの国は滅びてしまって、大勢の人々が殺されるでしょう。他の言葉で言えば、 聖母が現れて、私たちに祈ったり、犠牲をしたり、彼女の願いのように心に自分を貢献したりするように差し迫って、依頼する理由は、彼女が罪人を救うことや、世界の平和をもたらすことだけではなく、 人類を救うことを助けるためです。祈りのための依頼に関して、マリア様は特にロザリオを頼んで、その依頼を公の儀式をもって強調しました。1917年10月13日に、ファチメで彼女は現れてこう言われました。 私はロザリオの聖母です。私はロザリオを毎日唱むことを望みます。彼女がそう言って、手を広げたとき、手から光線が太陽の方へ向けて出ました。突然、あの雲は引き裂かれ、太陽が空中でぐるぐる回転し、地上の方に飛んでき始めました。 人々は信じも未信じも恐れで叫び出し、傷をつけました。
보통도 편안한 타는 외인 기타 요리 모반적인 타이와 기운 소리에 가이딩 시나가라 놀이마시다. 고시스긴 만에 내가 이 시간 아미가 스테이트는니 아 시도비도 소나는 만인의 시도비도 노후후 도지민과 맞닿고 거했습니다. 세이로 이반민도 이라이와 기생도 탐이되시다. 탁수의 시도비도와 마이니치도 그르시오 사세기를 이가니 세이로가 どんな 기생을 들어내るでしょうか? と尋ねていました. それに答えてイエス様はルチに現れてこう言いました. どうしても要求する犠牲は自分の生活の義務を果たすことです。そして私の起きる物事、これは私の望む犠牲です。自分の義がない御国への奉献という依頼に関して、マリア様は私たちの奉献を深くするために 一つのことを進めました。その奇跡の間、子供たちはタイヤの動きを見ていませんでした。その代わりに3つの連続した試験を見ました。最初にマリア様は聖ヨセフと幼いイエス様と一緒にロザリオの聖母として現れました。第2番目は、ほとんどイエス様と一緒に 悲しみの聖母として現れました。第3番目に、天の中にチャイルドのスカプラリを持ってカルメルさんの聖母として現れました。何回も私たちはファチムの聖母のご出現について聞いたり読んだりしたでしょう。私たちはその予言を読んで、またマリア様の願いを従うのなら、 彼女の警告をしています。または私たちが毎日ロザリオを唱えて罪人の改心のために苦しみを支えて、マリア様の汚れない御心に自分自身の奉献した、かもしれません。けれども、ファチムのメッセージの重大な要求の一つを見落としていたかもしれません。それは人々が 太陽の奇跡を見ている間に、子供たちが見た第3番目の試練に起こりました。その試練の中には、では、マリア様は天の中にチャイルドスカプラリを持って、カルメルさんの聖母として現れました。マリア様が教会に与えられたスカプラリをやめたい、他の愛の印の一部も、 カルメルさんのスカプラリオは最も主要なものです。1251年に聖母は聖神を一人に現れて、スカプラリオを与えながら公約束されました。これを身につける身につけている人は誰でも死ぬ時に永遠の日から免れます。 その約束のためにも、スカプラリを通して起こっていたたくさんの奇跡のためにも、大抵の信じたちは大変短期間のうちに身につけるようになりました。聖書の使徒の11年後に亡くなったグレゴリオ10世教皇様も、 すでに1850年、すなわち公約50年後に、その遺体を墓から掘り出した時、生前身につけていたスカプラリオが見つかりました。それから、神の使徒の現れた70年後、マリア様は、ヨハネ22世教皇様に現れて、公約束されました。私は、 スカプラリを身につけて、結婚または独身の身分に応じて、定期を持って生活し、毎日定めた祈りを唱える聖部の人々を死のすぐ煉獄から解放します。
その時から今まで17年の教皇様は土曜特典と呼ばれているこの約束を認可しました。認可とはもしヨハネ22世教皇様が間違っても教会は自分の権威でその約束を保証しますという意味です。アビラの聖トレジアと他の聖人たちは与えられた資源でこの土曜特典のおかげで霊魂がまっすぐ天国に行ったのを見ました。教会の歴史だけでマリア様からこれほど豊かに祝福されている印は今なかったありませんでした。教皇様方はスカプラの身につけている人々にたくさんの命を捧げました。多くの本にスカプラを通して起こった奇跡について書いてありました。スカプラは体や服は土に書いた聖人の墓の中に奇跡的に保存されて見つかりました。体育の時金の中に投げられたらその価値は急に沈まり、そのスカプラリオはマックに燃えている大きな中からそこまでないで取り出されました。洪水、干ばつ、疫病、戦争、癒し、教会に与えられた他の印よりもスカプラリオを通して行われた奇跡は多いのです。どうしてでしょうか。カラメルさんのスカプラリオはマリアさんの選んだ衣服です。それは彼女の守りと特別な取り次ぎの約束の印です。そのスカプラリオはまた彼女の汚れな御心の放棄の印です。そのためにファチマでマリアさんはご自分が汚れない御心への放棄を頼んだ時スカプラリを差し出しました。ルチはファチの願いを成就するためにロザリオと同じようにスカプラリは必要ですかと尋ねられた時こう答えました。スカプラリとロザリオは分かつことができません。聖母はみんながスカプラリを身につけることを望まれます。なぜなら、スカプラリオはマリア様の汚れない御心の放棄の私たちの印です。マリア様はスカプラリオを私たちに御心の印として与えられました。もし私たちがスカプラリオを私たちの放棄の印にして、絶え間ず身につければ、私たちは生きているとき、また死ぬとき、また死ぬのための約束をいただくでしょう。そして、ロザリオとスカプラリオを通して、マリア様は世界の中で、その汚れない御心の勝利をもたらされるでしょう。4ページにはそのチャプター意識が書いてあります。スカプラリはこれです。身につける服。スカプラリという言葉は肩という意味です。肩の上に身につける服。カルメルカンの修道士たちは足から頭上に足までのスカプラリを身につけるでしょう。これは他の修道会とシスターたちと信者たちのための修道服です。約束です。ですから、このミスが終わってから、私はその着意識をしたいと思います。その約束をいただくために着意識になります。父、道子、聖霊、御名前。信仰宣言に参りましょう。
天地の 創造主 皆さんと共に また司祭と共に 主の初めの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディン離れたエマンという村へ向かって歩きながら、この日騒ぎにこそについて話し合っていた。話し合いをやっていると、イエス子自身が近づいていて、一緒に歩き始められた。 しかし、誰にはサエに言われていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやりとりしている、その話は、何のことですか？と言われた。二人は、暗い顔して立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、 この数日の総理や事故とあなただけはご存じなかったのですか？イエスが、どんなことですか？と言われると、二人は言った。なぜならイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。 それなのに私たちの最主張たちや議員たちは死刑にするために私たち十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくるぞと望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが、 亡くなる婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く駆け行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。亡くなる者が何人か駆け行って見たのですが、婦人たちが言った通りで、 あの方は見えたりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物が悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。 そして、モーセと全ての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。以降は、目指すブルーニーチ・エチケセンターが、イエスは何も先へ行こうとされる様子だった。二人は一緒に、 そろそろ歪みになりますし、もう日も数えていますから、と言って、無理に引き止めたので、イエスは、共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて、 すると二人の目が開き、イエスだと分かったが、その姿が見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、まず聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と答え合った。その時も、 出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、死後に現れたと言っていた。二人も道に起こったことや、
パンを押さえてくるサンタ東京にイエスだと分かった次第を話した。2週間前に復活の日曜日を見せるとき、私はイエスさんの宣言について話したでしょう。イエスはいろいろな方法で自分が神であると宣言しました。そして私はそのイエスの宣言を裏付ける四つの証拠について少し話したでしょう。その宣言を裏付ける四つの証拠は何でしょうか。第一はイエスの奇跡、すごい奇跡いっぱいしました。今まで100万人の間誰もその奇跡をしたことない。イエスさんの旧約聖書の民を成就しました。300以上成就しました。イエスさんの教え、それは人間が語ったことがある一番偉大の教えと認められています。全世界で。そして4番目の証拠はイエス様の人格。雑誌タイムで書いてあるように、イエスは人間の歴史の中で聖霊、潔白と愛と無心の一番永続シンボルです。そして5番目の証拠もあります。今日はそれについてちょっと話したいと思います。それはイエス様の復活です。イエス様の復活の証拠も4つぐらいあります。第一の証拠はイエス様は死んでから墓にいませんでした。私たちそれ聞いて、それは証拠でしょうか。けどもくまれば6つの可能性だけです。第一の可能性はイエス様は死ねなかったけれども、それを言うことができるでしょうか。ひどく無知打たれたでしょう。そして9時間ぐらい10時間を作られた。そして兵士は神の心臓刺したでしょう。ヨハネ19章、イエスのとこに来てみるとすぐに死んでおられたので、その足を折られなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。その後水はひどい苦しみの時に心臓の中にいっぱいになります。それは医学的なことです。ですから本当に兵士は心臓を刺したそこから出たから、イエス様は確かに死んでいた。その医学的な趣旨があります。もし死んでいたのに一人でその墓の石を取り去ることはなかったでしょう。ですからその第一の可能性は不可能です。2番目の可能性はユダヤ人たち、その指導者たちは死体を盗むでしょうか。これはマタイ27章、明る日祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。各家人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。
시몬 페트로 목수입니다. 가능하기를 하니 안누로나 올때하는 놈입니다. 예수와 타고서 순대이자 오이와 안누로 도나지 토크로니와 올때나 하나이자 토크로니 마음에 대한다. 그래서 약과 초독하니그인과 학교는 학교에 예수와 안누로 그타치와 煙死の科学の前に出ようとした。というのはイエスは突然そのあの世から現れた。自然に下がりました。そのあの世。ですからその可能性もない。ドローが死体を盗んだ可能性。で、一つの可能性だけ残っている。イエスさんは復活した可能性。 ですからこれは第一の証拠です。復活の証拠。その6つの可能性だけです。みんな、それが復活の、復活のことしか残りません。残っている。次は、第二の証拠、復活の証拠。イエスは私たちの前で姿を現しました。イエスは、 ケフに現れ、その後12人に現れた。ついて500人以上、もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かは、すでに眠りについて、にしろ、だいぶは今、なお生きて残っています。ついてヤコブに現れ、その後、すべての人を、 たち一人一人に現れ、そして最後に私にも現れました。イエス様の現れについて三つの可能性だけでした。それは幻覚か亡霊か、または本当に復活された。イエスか三つの可能性だけです。ですから幻覚の可能性あるでしょうか。幻覚は 普通誰がそれを体験するでしょうか。緊張が高い人々、真剣が高ぶる人々だけ、人たちはそういうそのような人々ではない。疑っていた。弟子たちがイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。トマスも、 あの、カットの手に首の後に、この指を首跡に入れてみなければ、また手この手を、その脇までに入れてみなければ、私は決して信じない。そして、6週間後に、突然、その現れなくなった。幻覚など、ずっとあの人を見ていたでしょ。ですから、幻覚の可能性はない。 亡霊の可能性はどうでしょうか。そこで焼いた魚を一切れ刺し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。トマスに言いました。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。 あの、イエス様は弟子たちのために朝食の支度をしたでしょう。ですから亡霊の可能性は全然なかった。ですから一つの可能性だけ残っている。本当にイエス様が復活した。ペテロが言ったように、私たちはイエスが死のうちから復活された後、食事を共にしました。 そう、そういう復活の二番目の証拠です。三番目の証拠は、弟子たちに対して復活のすぐ後に現れた効果。彼らは、イエス様の十字架につけた時、本当にすっごく恐れて、捕られていた。本当にもうダメでした。 突然勇気と確信を得ました。その勇気と確信が教会始まりました。ですからその結果だけで分かっています。何か起こった。4番目の
証拠はクリスチャンの体験、復活でなかったら聖霊降臨の出来事もなかった。人たちはたくさんの聖霊の賜物をもらったでしょう。地上に生き返らせたり、病気を追い癒したり、などなどしていた。それ復活の証拠です。イエスの復活の証拠、それでそれで復活の死に変わったら、それは全然変わった。今も、人生の間に私たちいろいろ体験するでしょう。イエスは何回も現れた。シスター・ファウスティーニに現れた。とか。ですから、その4つの証拠があります。もう一度、その、イギリスの最高裁判所長官の言葉を読みます。復活の証拠は、肯定的も、否定的も、実情も、状況上も、組み止められないほど多いので、世界のどの裁判官も不可知の話が真実だという評決を下す以外ありません。ですから、小説の有名な刑事シャーロック・ホームズはこれをいつもこう言います。不可能な説明を削除したら残っているのはどれもありそうもなくても真実でなければなりません。そしてシェアカムズの証しでそれについて有名な作家C.S. ルースはこう書きました。我々は従って恐るべき民者卓越に直面しているわけです。我々が語っているこの人がまさに自分で語られたような方であるのか、あるいは気の触れた人、あるいはもっと悪いものであるのかどうかです。さて私にはその人が気の触れた人でもなければ悪人でもないことは明らかなように見えます。従って結論としてどんなに奇妙であり恐るべきことでありありえそうもないことのように見えても、私はその人が神であり神であったという見解を受け入れざるを得ません。神はこの敵に定量された地に人間の形をとって上陸されたんです。父と子と聖霊のみなによって。